中里さんが活動されてきましたのはここですウクライナ西部なんですけどもウジュホロードという町ですこちらで支援をされてきたわけなんですけども大きく分けて二つのテーマでお話を伺います現地チームとの連携どうだったんでしょうか意見のすり合わせに苦心されたそうですそして現地で多かった病気はどうなんでしょうそして現地での暮らしのお話警報続き安眠できずそしてスーパーマーケットでは感謝の声もあったんだそうですまずはその現地に入ってから なんですもう何もあのないところですね美術館の中庭のところにこうやって作ったんですけども何もないところから始めたので、えっと、僕の他はフィンランド人のスタッフ、はい、他6人の一つのチームでやってたんですけども、まあ、もう職種関係なく全員で あの力を合わせてまずはあの仮設診療所の元になるテントを作ってでそれの立ち上げからままずやりました、うん、そこから関わるんです、ね、ですすねそこからチームでも関係なく全員でやるっていうのが結構その苦労されたんじゃないですかこういう仮設を建てるということですから力仕事もありますしねす <laughs> まあ幸いあのパワーはあったんで問題なく。<laughs> <laughs> フィンランドの赤十字メンバーと一緒に活動というのはそれはどういう経緯でなんですか、はいえっと、赤十国際赤十字赤新月社連盟の下で、うん、フィンランド赤十字がまあ主導となって。 あのチーム作ってたんですけれどもその中でまあ日日,赤日本赤十字社の方にまに薬剤師一人あの出してくれという打診が来たので,、はい、であの私選ばれて、はい、あの参加したという形です選ばれたときはどんな心境でした、うん、そうですねただもう2月の終わりからこの紛争始まってから、まあ、いつか多分行く機会があるんだろうなということで、まあ、ずっと心の準備はして自分なりには、まあ、家族はあまり多分準備できてなかったと思うんですけれども。うん、はい 個人的にははい、準備でできていたので薬の処方量をめぐってウクライナのスタッフと意見の相違こ、はい、これはどういうういとなんでしょうか、えっとまあ、我々、外国人チームは、まあ、その緊急医療支援というのにある程度やっぱり慣れているので、えっとまあ、どういうふうに運営していったらいいかというのがあの分かっているんですけどもただこのウクライナあの赤十字自体はそういう緊急支援というのがおそらく初めての経験で、はいまあ、どういうふうに運営していくかというところの,その 意識というかあの知識の差っていうところで薬の供給の見込みが立ってないので今ある薬であの勝負していかないとダメなんですけれども、うん、ウクライナ赤十字としてはやはり、まあ、患者さんにできるだけ多くの薬を渡したいというところで、うん、こちらは、まあ、玉切れを起こしたくないで向こうはあのできるだけ渡したいというところでそこをすり合わせて。うん <laughs> はい、ベストな方法を探すのにちょっとはい苦労しました。その辺のやっぱり根本的なその考え方が違うので、そうですね。物理に、はい、調整をしなければなりませんたそ。そこがちょっとはい難しかったです。いですね、はい。ええー、そしてですけども、はい、日常生活まあ現地での生活ということですけども、はい、警報続きで安民がまあできなかったもう大変緊張感のあるまあ西側といえども、はい、やっぱり危険な場所ではありますものね、はいはい。そうですね。はい、まあ一日1 まあ多かったら2回ぐらいやっぱり空襲警報が鳴りますので, <えー S 2> でこれ携帯のアプリこれアプリの画面ですね入れてて赤色がまあ警報で,で緑が解除の指示なんですけどもまあ1回になるとやお長かったら2時間ぐらい警報解除されなくてなった直後にその宿舎のすぐそばを大きいトラックが通ってスゴー立てたりするとんやっぱり。 僕自身ミサイルの聞いたことないので、なんか来たんかなと思って、やっちょっと部屋の一番奥に、ちょっと隠れたりとか。っていうことは、はい、ありました。最初に警報聞いた時は、本当ドキッとされたんじゃないですか。ドキッとしました。あんな音聞いたことないのではい。という2ヶ月を過ごしてこられました。2ヶ月のその活動で、災害支援はある程度先は見える。ウクライナ、全く先は見えない。この辺りはどうでしょうか。そうですね。あの。 一番災害支援との違うところがやっぱり先がある程度復興のめどが立っているのかなる、はい、立っていないのかとで、まあ、私の場合はもう2ヶ月というふうに決まっていたんですけれども、はい、あの避難されてきている方々はもう全然先が見えなくて地元から離れているという状況なので、うん、そこをどういう,ふうに支えるかというのがやっぱり違うとところかなと、はい、現地にいらっしゃって今、一番何が必要だなという,ふうに思われますか。もうあの本当に まれわみたいにその実際に現地に行って支援ということもできるんですけれどもまあ全員、ここに日本にいる住んでいる人ができるのはやっぱり小さいことからまあ義援金、議席がやっている義援金もそうですしそういうところからあの始めていただければもうウクライナの,あの避難してきている人々にとってはすごく大きな力になると思うのではいあのそういうことをお願いしたいなと思います。わかりました <laughs>